阪神、2と8ゲーム差を、決まったな。V やねんなんて普通はありえないことやしな。広島が一番ペナントつまらなくしてるやろ。おしまいだ。広島が落ちるなんてまあ分かってたことやしな。さすがにこれは阪神優勝いけるやろ。広島さん立てしたら期待値上がる。秋山投げさせて付けしたからな。広島が10連勝なんかしなかったら面白い展開になってた。横浜いくらなんでも後半戦失速しすぎや。阪神じゃなければ優勝は確定なんやが、一度転落してるし、秋の長期戦に弱い阪神やからな。いつもの阪神なら次の広島戦で3立て食らうんやけど、どうやろ。この流れで広島阪神戦とかもはやペナント終了やろ。岡田ってもう落ち合い超えたよな。さすがに今の状況で阪神優勝逃すは逆張りしすぎや。敵おらにゃん。横浜広島なんで揃って急降下しとんねん。堂林が確変じゃなく覚醒してワンチャンあるかないかやろ。投手陣バテてるし巨人横浜次第じゃ4位まで落ちるやろな。巨人しかミラクルを起こせない。梅野がいなくなるのに優勝確定っていう人はなんなん。もう叩くとかじゃなく普通に野球やってれば下が勝手に潰し合う展開になってきたな。安心できるピッチャーが2人は欲しい。ヒヤヒヤしながら勝つのはちょっと。阪神ならまだある。普通に考えたら阪神は優勝しないからな。阪神以外の優勝がなくなったな。3戦を2勝1敗のペースでもええから選手を休ませる選択取らんと。6月の大連敗しない限り大丈夫やろ。どんでんアンチ粉し。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。